サザエさんささんどうですかサザエさんといろんなところに視察に行くので今回からユニフォームにしてみましたもうすすぐ新年度なので新規一点頑張りますあそうだ新年度といえばこの時期にぴったりなエコな場所があるということで今日はそちらに行ってみましょう森下さんピンク似合ってますよ。 今回視察するのは岡山市北区表町にあるこちらのビルの2階トリコです赤ちゃん用の服から1 6 0ンチまでの上着やシャツズボンなど子供服が所狭しと並んでいます。 ここは子供服のお店ですか。子供服は子供服なんですけど、物物交換をするお店になります。サイズアウトしたあのお家でまあ着なくなったお洋服だとかをあの持ってきていただいて、一、まあ、点につき一点交換していただくお店になっています。お洋服だけですかで。お洋服ではなくて、まあ、ここ見てもらったらわかるかと思うんですけど、まあ、ぬいぐるみだとか、まあおもちゃですね。あのそれでも大丈夫です。お金は。 一切かからず、えっと、最初、1回はあの無料であのお試しをしていただいて、それでもあのここのお店を利用したい、これからも利用したいという場合は1000円払っていただいて、入会していただきます物々交換のトリコは、2011年に母親グループが融資で始めたもので、今では会員がおよそ100人、包館帳にも店舗がありまず靴持ってきて。<laughs> はい サイズが合わなかったのと、やっぱりちょっとあのいまいち子どもの趣味に合わなかったみたいで綺麗なままだったんででも私は気に入ってたんで誰か、ね、好きな人に履いてほしいなって思って持ってきましたこちらの利用者は靴とデニムジャケットを交換今の時期は新年度に必要な用品も出入りすることが多いそうです これからあのー、4月あの新しい学校だとか園だとかあの使っていただけるように上履きとあと制服とか体操服だとかご用意させていただきました。あこっちに一応あの中学生の、えー、中学生も黒のはい中学生もかなり背が一気に伸びたりしますから。今日、ね、これはあの野球の。 はい、ユニフォームなんですけど、の水の<を> <laughs> 会員さんが増えていただければ、あのまあ、物もこうぐるフルグルグル循環しますので、あの来て楽しいお店になればいいなと思ってます。撮影した時は冬物が多かったですが、気候に合わせて春物に衣替えするということです。トリコの営業日時はインスタグラムでチェックしてくださいね。 エコな物物交換に取り組むトリコに表彰状視察させてもらいありがとうございました。今日のエコ視察メモは物物 <laughs> 交換で次の人へとバトンを渡そう。